それに皆さんもようこそマーシュ教会へ。これ頼まれてた北スミレだ。それだけで足りるか。ええ、十分です。これでいつも通り聖アシウスの日を迎えることができますわ。皆さんありがとうございました。ほら、みんなもお兄様お姉様にお礼をしましょう。お兄さんお姉さん、ひたすみれを積んできてくれてありがとう。シスターフィオラ、よかったね。みんな素直でいい子ですね。そうだ、みんなで食べようと思ってクッキー持ってきたんだよ。まあ、ありがとうございます。美味しそうなクッキー。ほらみんな席についてお祈りをしましょう。はーい、やったー。さあみんな目をつむって、父なる神、祖なる精霊、我らに恵みを与えたも、うちの15人のチビたち、こんなお利口にしたことないですよ。これもフィオラさんの教育の賜物なのかな。私も見習わなきゃ。フィオラさん、私たちとそんなに年も違わないように見えるのに偉いね。ねえ、あそこ黒い影を背負いし者が一人。うん、どれどれ。コツネント、輪に入りそびれたのか。声でもかけてみるか。おーい、お前。そう、そこのお酒の、みんなおやつ食べてるぞ。行かないのか。お酒じゃない、ギゼゼリエット。マーシュ、マーシュってことはフィオラさんの妹さん。ここの子はみんなお姉ちゃんの兄弟だから血はつながってないけど。わあ、すごいね、器用だね。ずいぶん熱心だな。これお前の趣味なのか。お金のため。もしかして内職。内職。ブドウのつるかごって市場に持っていけば結構な値段で買い取ってもらえるんですよ。でも素材を手に入れるのが大変で、私は断念してしまいました。だけどなんでお前みたいな子供が。シスターもあんなのんびりしてるし、姉に困ってるようには見えないぞ。お姉ちゃんは信じてるから、神様を。だけどどれだけお祈りしたって神様がお金をくれるわけじゃない。お姉ちゃんは神様のご加護で困った時は寄付が集まるって言うけど、この騒ぎでそんなの頼ってられないよ。私は神様なんて信じてない。お祈りなんて絶対しない。いるはずのない神様なんかに頼って施しを受けて生きていくの嫌だから。リゼ、どうしてそんな悲しいことを言うの。私があなたと出会えたのも、こうして姉妹となれたことも、神様のお導きがあったからでしょ。それにほら見て、こんなにたくさんの北スミレ、聖アシウスの日を無事に祝えるのも皆さんの善意と神様のご加護があるからだわ。いやー、そうのですね。
フリード、気まずいでしょうよ。あんた何とかしなさいよ。いや、俺はだな。私がここにいるのは神様のご加護なんかじゃない。お姉ちゃんが拾ってくれたからだよ。神様なんて信じない。この世界で私が信じてるのはお姉ちゃんだけ。それにその北スミレだってこの人たちが取ってきたんでしょ。神様じゃないよ。日曜のバザーまでにあと10個作らなきゃいけないから、邪魔しないで。ねえ、あなたはお金の心配なんてしなくていいのよ。リセ、皆さんの善意を信じましょう。きっと神様が良いように取り計らってくださるわ。シスターフィオラ、早く食べないとクッキーなくなるぞ。紅茶も冷めちゃうよ。ほら行こうよ。おっと、ヒルデ、あなたたちは先にいただいてなさい。私はリゼを連れて行かないと。リゼはどうせ来ないよ。人形と遊んでる方が好きなんだから。そんなことないわよね。さあ、みんなと一緒におやつをいただきましょう。来てくださったのにすみませんでした。 いえ、いいんです。子供たちと遊べて楽しかったですし、のんびりしてて素敵な教会ですね。今度は弟たちも連れて遊びに来ます。ええ、神様はいつでも門を開いて待っていますよ。あのリゼにもよろしく伝えてほしいんだけど。おお、珍しいね、リリアン。シンパシー感じちゃったか？まあ、しっかり者のシスターがいれば、リリアンみたいにはならねえだろ。それじゃ、また。さようなら。はい。皆さんと、皆さんの愛する人に。神様のご加護がありますように。聖アシウスの日のバザーにはぜひ遊びにいらしてくださいね。見てってくれ、鑑定こちら。毎度あり、毎度、毎度、こちら。毎度、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 こちら。毎度あり、また寄ってくださいや。買い取りですかい？こちらの毎度、こちらの毎度、こちら毎度あり、こちら冷やかしかい。返品毎度あり、こちら毎度あり、また寄ってくだせや。見てどれを売るんで、こちら毎度あり、また寄ってくだせや。Thank you.
お前、マーシュ教会のビゼだよな。こんなところで何してるんだ。おい、待て、逃げるなって。フィオラから教えられてるだろ、城壁の外は危ないんだ。一人で出ちゃダメだ。でも、リトが…リト？リト、リゼのお友達。もしかして、あのペギーみたいな人形のことか。うん。そういや、今日はあの人形持ってねえな。忘れてきたのか。探しに行こうとしたわけか。だってリトが。あのな、リゼ、意地悪したのはそのオットーってやつだろ。それに捨てたってだけじゃ探しようもない。どこに捨てたのかオットーに聞いたのか。ならちゃんと話してそいつに探しに行ってもらうとか、一緒に探しに行くとかさ。何もお前が黙って一人で探しに行くことねえじゃねえか。別に手伝ってもらいたくない。私は一人で見つけられるから。ダメだっつーの。外は魔物だって出るんだぞ。お前戦えるのか。戦えないだろ。とりあえず一度孤児院に戻ろう。自分で言えよ。私が。当たり前だ。お前の大事な人形なんだろ。私のリト、どこにあったの。それは…だから…おっと、あんたが悪いんだからちゃんと謝んなさいよ。わかってるって。のは嘘だよ。放り投げて遊んでたらニルの木のてっぺんに引っかかって。本当？本当だって。ほらあそこ。取ろうとしても取れなくて捨てたって嘘ついたんだよ。ところに、なんで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 、大事な、大事なリトなのに。 だから悪かったって。そのうち風に吹かれて落ちてくると思うからさ。そのうちなんて絶対ダメだよ。リトはお姉ちゃんがリゼに作ってくれた宝物なんだから。そんなこと言っても無理なものは無理なんだからどうしようもないでしょ。それに子たちと遊んであげずに一人遊びばっかりしてるリゼだってよくないんだよ。遊んでるわけじゃないもん。でもみんなそう思ってるよ。リゼはシスターフィオラから特別扱いされてわがまましてても許してもらえるって。はーい、そこまで。お互いいろいろ言い分あるのは分かったけど、とにかくあの人形はリゼの大事な人形で、オットーは本当に悪かったって思ってる。で、いいよな。
俺でも一応討伐隊の一員だからな。一通りの訓練は受けてる。今回のこと、オットーも悪いけど、リゼもダメなんだぞ。私は悪くないよ。いや、その人形が大事なのはわかるけど、だからって友達をないがしろにしちゃダメだ。で、これは俺の経験談だけど、自分の世界に閉じこもってるのは楽だけど、やっぱそれだけじゃダメなんだよ。私は、リゼとリトと、お姉ちゃんだけいればいい。リゼ、私のことは放っておいて。また寄ってくださいや。